悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね、一番。そうか、そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよ、サッちゃん、俺と結婚してください。一番、男春日一番、この先何があろうともさっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。さっちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯炊事買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか大家さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国のおやつさんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね、一番。今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか？ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ、明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。それで返事は？